にちは、プロ野球 OB クラブ公式 YouTube チャンネル、いつもご視聴いただきありがとうございます。今回も新高円寺にありますセノンスポーツゼロよりお届けをいたします。そして心強いダブル MC OB クラブウェブ統括リーダーの中根仁さんです。どうもです、よろしくお願いしますよろしくお願いします。そしてゲストは引き続きヤクルトスワローズ、そして野球界には欠かせない頭脳宮本慎也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。さて前回は、PL 学園のお話も中心に伺いましたが、はい、大学へ進まれました同志社大学ですが、同志社大学を選ばれたのはどんな理由だったんですか？僕は高校3年生の時にプランを立てたのは、大学4年生の時にバルセロナオリンピックだったんです、はい、これで公式の正式種目になると、だから東京に行ってオリンピックメンバー選ばれてプロに入るんだっていう夢を描いたわけです、最初に。6大学は行けなかったので東京の希望は出してたんですけど、同志社大学の方が3年生になってたぐらい、4月ぐらいにお声かけをいただいて、それで悩んでたんです、向こうから5月中に返事が欲しいと言われたんですね、で、大学も決まって最後夏やるのもいいなとかいろいろ考えてたんですけど、でもやっぱ東京行った方がな、中央球界に行かないとなとかいろいろ考えてて、そんな時に同志社大学の各学年 PL の OB がいたんですよ、全員 PL の寮を着てですね、一緒にやろうぜと。すごいよ、半分脅しですけどそっちで、そっちかよやっぱり PL だいやでもね、実際やっぱ嬉しかったですよ。でその迷いがもう飛んで、その日の夜に監督さんに同志社の方にお世話になりますっていうふうに決めましたね。もうとにかくその気持ちが嬉しかったですね。実際に思ってたかどうか分かんないんですけど、そうやってみんな皆さんその先輩ね、各学年ですよ、いろんな学校の説明とかいろんなことをしていただいて、こういうことをしていただいたので、もう決めようと、ちなみにだよ、特待またこの話になる同志社は全くないですよ。あ、ないんだ。ないですよ。結構ね、学費も高くて、親孝行できなかったね。そう、できなかったんですよ。しかもね、5年行ってるから1年余分な分はプロ入ってから返しましたけど俺の話はいいやいやいや、挟んでください。野田さん卒業されてるんですか？こらそれをやめたのに、今それを言うのやめたのに。法制は難しかったですよね、卒業するのね。1年からバッティングメンバーみたいのを入れてもらってて、はい、何しに来たんここっていう、なんか授業行く雰囲気じゃなくなるんですよ。ないもう、ね、まあな感じでこう来られるから法制もね、特待多分なかったんじゃないかな。宮本さん、同志社大学の時代に、プロを目指していないチームメートと野球をやることが貴重だったということを話してらっしゃいますが、僕は野球やってる人はみんなプロを目指してるもんだと思ってずっとやってたんですよ、でやっぱり同志社入ると同志社で野球やりたいっていう人とか、同志社高校から上がってこられる人とか、あとはその一般入試で入ってこられてそのままなんとか耐えて野球部に残ってる人かだとか、社会人野球でやるのかやらないのかっていうのも、いやもう大学4年間でいいんだと、でも一生懸命ダッシュ50本とか100本とかやるわけじゃないです か、だからそこですごく僕のなんか野球観って、いろんな野球があるんだなっていうのを本当に自分の中で実感して、だそういう中でやるのはすごく大きかったですね。もうみんながちょっと、BL なんかもちろん甲子園で日本一になるプロになりたいっていう人の集まりだったので、ちょっとやっぱりギスギスしてる部分も正直あるんで、そういう中で言うと僕の中では貴重だったですね。その場その場でこう努力する大切さというか、そういう方が社会に出ても野球じゃない仕事についても多分仕事ができるんだろうなというふうには思いましたね。いいとこ見るよねそういうこと感じなかったもんな、大学なんかも部員少なかったんですよ。あ、そうなんだ。はい、結構入るのも厳しくて、僕が入ったのはちょっと小論文面接で入れるような制度で入ったんですけど、結構そのセレクションがあって甲子園出てたら何点取ってくれとって結構厳しいんですよ、当時で言うと。一般生と同じ時期に試験受けるんで落ちると浪人なんですよ。そういう方も実際いらっしゃったんで、だから同志社落ちるかもしれないからやめとこうっていう人も多くて、で枠も多分少なかったと思うんで、僕大学4年生の時に僕がキャプテンやってたんですけど、全員入れて27人です。
全学年で27人です。全学年？全学年めっちゃ少ないね。僕らの学年は5人。で一般生で僕ら1年生で入ってくるじゃないですか、うん、一般で入ってきた生徒をもうめちゃくちゃ走らせるんですよ1週間ぐらい、うん、で、まあ、今じゃダメですけどちょっと耐えれるかどうかやめさす作業ですよね、うん、まあ、どちらかというと。でそこで残った人はまあ大丈夫だろうというところで、もう僕らはもうそんな走らすなみたいな、人数減ってその僕らの仕事が増えるじゃないですか、うん、3、4人ぐらい入ってきたんですけどみんなやめてそういうレベルなの？だから5人、はい、だから5人しかいなかった。で僕らの1個下も5人かな。俺ら構成はね1学年30人ぐらいかな。そうですよね、大体、うん、はい、そんな少ないの？だからまあ練習はちゃんとできましたけどね、やっぱ人数少ないから、うん、でもほとんどみんな全部練習やるね。そうですそうです。だからベンチ外れるの2人だけですから。うわ、でマネージャーはいる？マネージャーはいたです。はい、ベンチ外れるの2人。そうなんです、僕は4年生の時はそうでしたね。どうしてもそうなんだ。え、だから今は違うのかな。今はもう150人ぐらいいるみたいな。そう、そうですか。当時の感じ、僕の感じで言うと PL ってすごい環境じゃないですか。当時で言うと室内練習場があって、うん、球場天然芝、うん、でナイター設備があって、うん、全寮制で、まあ、野球に、うん、もう君たちは野球で入ってきたからみたいな環境でやってるのと、同志社のグラウンド見た時に僕 PL のグラウンドが普通だと思ってるわけじゃないですか、うん、全部土じゃないですか、うん、何この運動場みたいなって思ったんですよ。で寮も食事がないんですよ、自炊か外食なんですよ。で月曜日は湯出ないからお風呂入れないなんで仙台の近くのだから環境がもうガラッと変わったですね。もうすごいいい環境で焼き合ったのが、結構工夫していかないと。練習もそうだし、結構僕覚えてなかったんですけど、自分のそのボロボロの車を球場まで上げてライトつけてティー打ったりしてたらしいんですよ。僕全然覚えてないですけど、あ、やってたの？はい、下の子とかがやってましたよね、うん、とか、俺そんなやってたっけみたいな。だからまあその工夫して練習するっていうのも、うん、まあ、そういうところで覚えたかなっていうふうには。え、監督はいつも来るの？で、まあ、半分ぐらいですかね。だから結構練習とか任せるんですよ、キャプテンとかに。だから僕は4年生の癖が出るらしくて、だから僕が何かの T シャツ着てると下級生が今日監督来ないぞって出たさあ、あれやなと思って、僕も後から聞いたんですけど、監督はもう僕が1年生の時に監督、コーチから監督になられたんですけど、プリンスホテルから出向で来られてた野口さんっていう方なんですけど、厳しい方で、練習初日に180本ぐらい走って、あれ俺どうしたって練習そんな厳しくないって聞いたんだけどと思いながら180本ぐらい走ったんですよ初日に。練習のきつさもあったし、オフは長かったんですけどね。でもそういう工夫したりとか、なんかすごいそういうのを覚えましたね大学の時。夜は遊んだりしないの？あ、その寮長。え、寮長とかいたの？寮長は4年生が寮長やるんですけど、あ、抜けようと思ったら抜けれたのかもしれないですけど。え、門限あり？門限あります、一応。で4年生3年生がたまに近くの、ほんと山奥なんで。あ、そうなんだ、はい、近くの居酒屋とか3年生4年生は行ったりとかしてたと思うんですけど、でも結構みんな真面目でしたね。休み前に遊ぶみたいな、市場に繰り出すぞみたいな京都の。ああ、なるほどね、あっちね。俺らは法政大学はあの武蔵小杉にあったから。あ、めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいい。そうですね、いろんなことされてたんです、ね、なんとなく分かるでしょなんとなく、へえ、そうなんです。結構山だったんで町出んの一苦労です、うん、大学入る前に分かってたよね。そう、あんな山奥行くんだ、ね、うん、俺は多分ね毎晩飲んでたいや、まあ、部屋ではみんな飲んだりしてたんじゃないですかね。部屋は2時3時ぐらいに襲撃食らうんだよね、はい、同級生とか先輩に。普通の日に4年生に安い日本酒かな、あれ一升瓶持って帰ってきて、で僕と同級生2人呼ばれて、コップと丼でじゃんけんしてどっちか選べって言って、その先輩の気分でこういっぱい入るってやって15分ぐらいで空いたんですよ。でその時はもう僕も本当に、僕お酒飲めないから、うん、だよね、多分急性アルコール中毒っぽかったと思うんですけど、もう全然ダメ、次の日もダメなんですよ。だから運よく感動来なかったんで、うん、体調不良で休んでるみたいになったんですけど、実は二日酔いでも全然ダメなんですよ大学生二日酔いで休んでいいのかプロには、まあ、行かずプリンスホテル、はい、ということでしたが入社になりました。 そうですね、そこは僕はあのプロに行きたくてしょうがなかったんで、はい、あのプロ志望を監督に伝えたら、評価として低いからあの社会人行ってからでいいんじゃないかっていうふうに言われて、で、まあ、僕は何が何でも行きたかったんで、2年間で評価下がったり
怪我したりとかしたらいけないじゃないですか、うん、って言ったら、お前はプロに入りたいのか活躍し、プロで活躍したいのかどっちだって言われて、いやプロで活躍したいです、うん、じゃあその2年で評価落ちるような選手、怪我するような選手今入っても無理だろうって言われて、僕も単純なんでそうだなと思って、うん、じゃあ社会人行きますみたいな、うん、評価低いっていうのは大体な5、6とかじゃないですか、自分でもそんな感じだと思った、うん、そうですね、あの打つ方がやっぱり全然自信もなかったですし、うん、行きたかったんですけど、じゃあできるかって言ったら、ちょっと厳しいなっていう、うん、まあ、上位ではまあ無理だなっていうのはもう分かってたんで。深夜の時は金属、社会人金属です。だそこの不安はちょっとあったんですけど、実際金属握っちゃったら大丈夫かなっていうのはあったんですけど、まあ、練習はもう極力気を使ってましたけど、はい、社会人の時、はい、気使ってて超えてたフェンス、いや超えてないですね、実際パーフェクトじゃないと無理だったと思います。パーフェクトだったら超えてたぐらい、うん、バッティングがやっぱりすごく課題でした僕は、うん、はい、深夜見た時に守備うめえなと思って、すっげえ安定して、なんか言い方悪いかもしれないけど、うまく見えないんだけど、すごいなんかこうさばくんだ、全部パパンパーンとリズムよくで、まあバッティングはまだ非力かなっていうのは、ね、まだ入ったばっかりぐらいで、まあ、そのバッティングのお話が出ましたが、はい、2012年に2000本安打を達成されるわけですけれども、うん、はい、そこまでのこうに至るバッティングに関しては中西太さんの、そうですね、中西さんは大きかったです。それまで5年ぐらいやってて2割8分打ったこともあるんですけど、はい、そこからちょっとまた差があって4分8厘の年があって、でその頃ぐらいに、まあ、若松さんの1年目だったんですね、うん、その年が中西さん来られてて、まあ、徐々に教えていただいて、でその秋に自分の中でこのままじゃちょっと打つやつ入ってきたら絶対レギュラー取られるなと思ったんで、うんうんうん、2割5分が例えば1割になってもいいから、とにかく3割打てるようにもうゼロにしようと思って、今までやってきたのゼロにしようと思って、だからバットの形状も変えて自分の考え方も全部捨てて、もう中西さんに教えをこうと、うん、もうこれでダメだったらもうやめりゃいいやっていう、もう守備固めちょろっとやってやめようっていうぐらいの決意で、うん、今までやったのはもう全部捨てたんですよ。それすっごいよね、はあ、だから、うん、まあ、今考えたらあそこはよくそこまで決断したなと思いますけど、真逆とかあった？真逆ですね、基本的にやっぱりひりきひりきって言われてたんで、うん、強い打球打ちたいって思うんですよね、うんうん、でそうなった時にやっぱポイントが前になっちゃうんですよ、うん、力がないから前でカーンって打ちたいって、うんうんうん、速い球に対して前で前でってなったらやっぱりその開く、うん、避け詰まる、うん、で変化球のボール球振っちゃう、うん、ってなってたんで、詰まっていいんだってなったんですよ、中西さんに教えてもらって、うん、とにかくアウトローを強くスイング、中西さん分かりますよね、 俺もそうですよね、トスさんに教えてもらって、ね、うん、アウトロー一番遠くで力が入らないところを力強くスイングできるの反復練習です。もうそこが打てるように強く振れるようになったらそれより近いんだから振れるからっていう、うん、単純に言うとですよ、君はその野村君に右に打て右に打てって言われて全部こういうふうにして打ってるだろうと、インサイド来たら引っ張ったらいいんだし、ね、緩い球来たら引っ張ってもいいと、うん、とにかくボールに逆らわずにっていうところでアウトコースの低めをいかに強く打てるか、でまた乗せるの上手ですよ、気がついたら1箱2箱打ってるんですよね、しんどいですけど手打つんじゃないかっていうぐらい寄ってきますよね、そうこのでっかいグローブにいっぱいボール入れてでポンとトス上げて、はい、口癖がシャープにシャープにって言うんですよ、中西さんって球打つときに自分も打ってるんですよ、こうやってボールパッとやってこうやってやるんですよ、そうで一緒にやる、そのやってくれてる感がすごくあって、乗ってきて知らずうちにこんだけ打ってるみたいな、前で打ちたかったのが詰まっていい、うん、詰まるのがちょっと恥ずかしいみたいなのがあるじゃないですか、うん、それが全くなくなったんで、バットの角度とかそういうのが良かったら詰まってもファーストの後ろに落ちたりセカンドの後ろに落ちたり、うん、僕は長打打つバッターじゃなかったんで割り切りができたのがすごく大きかったですね、多いのよ、ね、中西さんの師匠、そうですね、うん、そうですよね、中西さんっていうのは先日出ていただいた岩村明則さんも、うんうん、まあ、その出会いというのを非常に大事に思っていらしてですね、うん、まあ、ちょうどこうつながっていたというところで、はい、宮本さんにメッセージを、うん、あ、そうですか、はい、岩村さんから頂戴してまして、ガンちゃん社長ですからね、ご覧いただこうと思いますちょっとパンパンだな
パンパンだね相変わらず。さてそれではですね、はい、岩村さん、今後なんですが、はい、宮本慎也さんに、はい、慎也さん、はい、はい、ご登場いただく予定でして、はい、ぜひちょっとこのカメラ越しではありますが、はい、メッセージをいただけますでしょうか。はい、慎也さん、モルツゲーム以来に今なりますけれども、ご無沙汰しております。いつもですね、NHK 等々で解説で慎也さんの声を聞きながら自分もいろんな角度からの野球を勉強させていただいてます。慎也さんがこう言われてること、また やられてきたこともですね、僕も、同じ三遊間を組んだものとして、一番近くで見させていただいたものをですね、今福島でも伝えている部分もあります。参考にさせていただいている部分も多々ありますので、また今度詳しい野球トークをしてください。よろしくお願いします。詳しい野球トークをという、ね、そういや、まあそういう機会はあんまり、そうですね、なかったですかね。野球トークとかあんまりしなかった。試合の中でああだこうだっていうのは当然するんですけど、例えばバッティングがこうだとか守備がこうだとかっていうのを本当にこうすごい突き詰めて話した記憶はあんまないですかね。例えばキャンプ中部屋にとか。あ、ないですね。あれこれ出さない方がよかった。いやいや大丈夫ですよ。ガンちゃん若いの引き連れてましたから。ヤクルトという球団はどういうチームだったんでしょう。ヤクルトですか。僕が入った時はもうすでに強かったんですよね、はい、95年古田さん中心で、はい、やっぱり古田さんがいなかったら多分他にもタレントはたくさんいたと思うんですけど、多分あそこまで強くなってないと思うんですよ、でやっぱり古田さんが、まあ、言うてもそのめちゃくちゃ厳しいですよ。僕が厳しい厳しいってよく言われるんですけど、はい、僕なんか非じゃないですから。本当ね、勝負に対するその厳しさっていうのは、一試合一試合の欠けてるというかね、その部分っていうのはすごかったですね。それは現役の時。現役の時です。監督じゃなくて。いや、もちろん監督の時もあったと思いますけど、選手の時の方が、監督、やっぱ指導者になると気使われてる部分もやっぱたくさんあるんで、選手の時ってバンバン来るから、守備固めの選手が出てきて、外野手でね、取るか取らへんかみたいな僅差で出てきて、で違う人に譲ったわけですよ、その選手が。若い選手なんですけど、守備固めで出てきたのに最後自分で取りに行かずにちょっと譲ったんですよね。でまあアウトで試合終了だったんですけど、ハイタッチしてる時にその選手に、お前守備固めで出てきたお前そこで逃げるってどういうことだよ、俺ぶつかってお前が取るんだよって言って、勝ってんのに、おー勝ってる、おー怒ってる怒ってる怒ってるみたいな。へ、だからやっぱりね、そういうこうなんていうんですかね、最善を尽くした時っていうのは、例えばカバーリング一つにしてもちゃんとやってた時のミスっていうのは、まあ古田さんも何も言われないですけど、タイマンプレーじゃないですけど、おろそかにした時っていうのはまあもう厳しかったですね。遠征の時の帰りのバスがやっぱり負けると、パッとバス乗ったら真ん中の奥に座って、奥の真ん中にドンと座ってるわけですよ。でもうってこうなってるわけですよ。古田さんで、あ、怒ってるよ怒ってるよみたいな。でもね、そのそういう時にミスしたとか、ここはこういうふうにしてほしかったっていう時は、読んでバッて怒るんじゃなくて、その時はここはこういうふうな考えで俺はこうやってやってるから、だからあの時俺こういうふうに言ったからこうしてほしかったみたいな説明はしてくれるんですよ、ちゃんと。でそれを若い選手が覚えていったみたいな、はい、マウンドとかで集まっても常に確認作業なんで、こうやっていくからできたらこうしたいんやけど、もう最悪1個取ってくれよとかっていうのをもう絶対集まった時確認するんですよ。頑張っていこうぜなんて絶対ないですよ。ここはこういうふうにして、で次だ多分こうなったら代打出てくるから、この時までにこういうふうにするとかっていうプランを立ててるのを古田さんが全部喋るわけですよ。で僕らがそれに沿って、だから古田さんいなくなってたらっていうのはやっぱ常々考えてたんで、だから僕は古田さんが喋る一言一言逃さないように聞いてて、で古田さん辞めた時に僕がやらなあかんと思ってたから、組み立てとか僕はできないですけど、ショートなんで、こういうケースでは走られたらダメ、 走られてもいいからアウト取るとか、そういうのをもう全部確認するさ、あそこで。はあ、準備すごいすごいね、はい、だからそういうのはやっぱり古田さんと近くでずっとできてたんで、僕のなんていうんですか、野球知識みたいなのはもうどんどん、当然野村さんにも教えていただいたのがまあ主なんですけど、やっぱり現場でこうやって動いてる時とかっていうのはやっぱ古田さんだったんで、古田さんの存在はやっぱ大きかったですね。それって
俺外野手だから分かんないんだけど、はい、どのチームもやってんのかな。いやだからあそこまで僕できてるチームってなかなかないと思います。だからヤクルトって不思議で結構明るくて試合前とかゲームやってるんですよ、クラブハウスで、うんうんうん、その代わりグラウンド入ったらもうスイッチオンみたいな、そこのメリハリがやっぱ90年代僕が入った時はすごかったです。だからいつもふざけてるのにグラウンド入ったらもうそんな一切ないみたいな、あれは理想でしょうね多分チームとしては。うそうだよね、大体緩かったらそのまま緩く入るじゃないですか、うんうんうん、でもそこはバシッとこう。近鉄は近鉄の話していい？いいそう興味あります俺若い時の近鉄ね、はい、仲悪い人が結構多いわけさ、はいはい、みんなバラバラなのようわこれ怖え、こっちに誘われて誰々に誘われました、あ、うん、分かった分かった、じゃあもういいわとか、そういうギスギスなんだけど現場入るとめっちゃちゃんとやるんだよ。うーんすげえなーと思って、この先輩らこのプロ野球ってこういうもんなんだと思って、ベイスターズ入ったらちょっと違ったんだけど。あ、違いましたか、うん、ベイスターズまあまあ仲良かったから結構仲いいんだ選手ってっていう。いっぺん駒田さんに怒られたし、チームのためにやれっつって、近鉄で何を教えてもらったんだ、近鉄はライバルに負けんなとか、ライバルと口聞くなとか。あ今そういうの欲しいですよね、うん、ちょっとね今特に相手チームとか、そうですね、なんかこうもうちょっと絶対抑えてやるぞとか絶対打ってやるぞみたいなのがもちろんみんなあるんですけど、なんかこうヘラヘラじゃないんですけど、こうにやって笑ったりとかするのを見てると、もうなんかもう昔のプロ野球選手だなおいって言われちゃうんだよ。そうなんです、それを言うと宮本は古い昭和だって言われるんで、でもまあまあお金もらって真剣勝負してるから、うんまあ、それぐらいは欲しいなとは思うんですけどね、うん、ということで、まあ、次回はそういったリーダー論というところも伺っていきたいなと思います、はいはい、めっちゃ聞きたかったところやろ、ね、いやリーダー論ちょっと俺先しゃべるけど、はい、いい喋っちゃって、俺もう行かないとダメだろ。そうなんですよ、中根さんちょっとここですいません、はい、申し訳ないです、はい、遅れちゃった。宮本さんというと、まあ、キャプテンであったリーダーという、はい、俺マジな話、はいはい、あのね、俺も55になるし、はい、いろんな会社社長とかね、はい、野球好きの社長とかといろいろ付き合いあって、はい、どういう社員欲しいですか、うん、宮本さんみたいな社員欲しいっていう会社が多いんだよ。本当ですか、まあ、そのたび俺腹立つなって思うんだけどじゃあ僕食いっぱぐれないですね。ないね実は今日も言われてる、今日も。その理由は伺ってますか。うん、あのね、やっぱりもちろん仕事しっかりするんですよ、はい、でちゃんと下にも言える、ほんで 上にもちゃんと話せる、下をどんどん育てられるとか、厳しいことも言えるっていうね、今言えないじゃん、厳しいこと。悔しいっていうか腹立つけど深夜ちょっといいなとか思いながら認めるところですよね、うん、ということで今回もありがとうございました、ではぜひチャンネル登録をしてまた次回お楽しみに。ありがとうございます。ありがとうございました。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。コンビクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね、一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。